ティトゥス・クインクティウス・フラミニヌスは、共和制ローマの政治家、軍人。第二次ポエニ戦争後のマケドニア遠征で、主に活躍した。彼が最初に歴史に登場するのは、第二次ポエニ戦争中で、トリブヌスミ・リトゥムとして、失勢官、マルクス・クラウディウス・マルケルスの下で戦った。そして、紀元前205年には、プロプラエトルとして、タレントゥムに赴任する。紀元前201年、 スキピオ・アフリカノスのアフリカ遠征に従軍した、退役兵たちに土地を分配することが決定した。元老院は、プライトルールバノスのマルクス・ユニウス・ペンヌスに、サムニウムとアプリアのアゲル・プブリクスを、測量、分配する10人委員会を任命するよう命じた。フラミニヌスはそのうちの1人に選ばれている。さらに、翌200年には、ベヌシア入植のための3人委員になっている。 紀元前199年、執政官選挙に立候補したが、ティトス・リウイウスによると、古民官、マルクス・フルーイウスとマニウス・クリウスは、フラミニヌスがクワエストルであることを理由に反対した。彼らは、パトリキは、クルッス・サホノルムの順序を踏まないのかと、問題提起したもの。執政官として、軍団指揮権を保持した。彼は、プブリウス・スルピキウス・ガルバ・マクシムスの後継として、 アンティゴノス長との第二次マケドニア戦争に従軍、マケドニアをピリッポス五性を追撃し、アオウスの戦いで勝利した。しかしながら、戦役の最中に、彼の執政官の任期が切れかかっていたために、急戦交渉を始め、この急戦期間を利用して彼は、全執政官に就任、戦争を継続し、紀元前197年にキュノスケファライの戦いで、マケドニアを破った。 この戦いで、ローマで生まれた軍勢であるレギオは、ギリシア古来の軍勢ファランクスよりも優れていることが、証明された。ピリッポス後世は、ローマに降伏、彼が攻め落としたすべての都市を放棄することとさらに戦、タレントムの賠償金をローマに支払う約束を、させられた。このローマが下した判断は、しかしながら、マケドニアを敵視していた、アカイア同盟には不満であった。 紀元前196年には、フラミニヌスは、コリントスの運動協議会に出席、ここで、マケドニアからのギリシアの解放を宣言する。フラミニヌスはギリシア語に堪能で、また、ギリシア文化の信奉者であったため、ギリシア人は彼を解放者として一部の都市では、神と崇められるまでに褒めたたえ、横顔を刻印した効果を発行するほどであった。ジャンピエール・サントゥールが、イストミア大罪で、 ギリシャ解放を宣言するティゥスクインクティウス・フラミニヌス。また、リヴィウスによれば、フラミニヌスのこの行動は、彼の純真なギリシア人への尊敬から出ていたというが、同時に彼はギリシアを解放することによって、マケドニアに対抗する形で、ローマの影響力をギリシアで強力にすることができるという利点も理解していたという。そして、赤いアカイア同盟と共に彼は、ローマ軍を率いて、 スパルタとのナビス戦争に勝利し、ローマに帰還し、外戦式を挙げた。アッタロス長のエウメネス2世が、セレウコス長のアンティオコス3世の侵略に対しての助力を要請してきたのに応じて、紀元前192年フラミニヌスは交渉のため、再び東方へ赴き、アンティオコス3世に対しこれ以上のギリシアへの干渉を中止する、よう警告する。東方に広大な領土を持ち、 諸部族を治め、大王を辞任していた、アンティオコス三世は、ローマ人であるフラミニヌスが、なぜ、キリシアを代表して、警告を発するのが理解できなかったという。交渉の末に、ローマが干渉をやめるのなら、セレウコス長も手を引くと約束したが、この約束は守られず、すぐにローマは、セレウコス長と、武力衝突に発展する。そして、紀元前191年フラミニヌスは、 テルモピュライの戦いで、アンティオコスを破った。紀元前189年にはケンソルに就任している。この年のケンソル選挙は激戦で、直近の戦争に勝利して、金回りの良かったマニウス・アキリウス・グラブリオが一番人気だったが、ノース・ホモであったため落選し、フラミニヌスとマルクス・クラウディウス・マルケルスが当選した。好位政務関係権のない4名が元老院から除名され、 カペーナ門からマールス神殿までの舗装などのインフラ整備を行った。また、カンパニア人の検出はローマで行うことが決定された。紀元前183年にカルタゴから亡命したハンニバルを捕らえるためにビチュニアへ赴くが、ハンニバルは自害、目的は果たせなかった。以後のフラミニヌスの動向はよくわかっておらず、紀元前174年頃に没した。ありがとうございます。